はい、あきらです。またこれ新 N1RS6MT ですけども、わかるかな、これな、これね、燃料タンクがシート下に、フロントのねシート下にあるんですけども、これね、信号で停止した時とかね、チャポーンって音がするんですね。まあよく聞いてないと分かんないけどね、これってね、あのガソリンの量によってね聞こえたり聞こえなかったりするんだけども、これ満タンからね、おそらくねちょっと減ったぐらいが一番音が出やすいのかなって気がするけども、あの減ってる時はねあんま音しないんだね。これってね、タンクの中にバッフルを、バッフルってなんか板みたいなのつけて、あんまりチャッポンチャッポンしないようにはしてるんだけども、やっぱりね、ガソリンの量によってはね音がしちゃうところがあるんですね。これ液体だからね、完全に消すのは多分難しいんだと思うけどね。まあ別にこのレベルだったらね、まあ別にどうってことないだけどね、これアイドルストップするからね余計気になっちゃうんだけども、いや気になるっていうか、まあ音するかなと思ってね注意してれば、あの音が、音出てるなっていう感じですね。音が出たから どうだっていうことでもないんだけども、ちゃんとガソリンが入ってるなっていう感じですね。今日ねガソリン満タンにして、まあ、ここまで50キロぐらい走ったのかな。そうすると3リッターぐらい減ったぐらいかね、2、3リッター減ってくるとちょうど音がしやすいのかもしれないね。まあ、この車は静かだからね、まあ気にする人もいないとは思うけども、確かに聞こえるなっていうぐらいですね。あのエンジンかかってるとあんまり気にならないかもしれないね、気にならないっていうか聞こえないかもしれないね。ある程度乗ってるとね、いろんなことを気がつくもんだね。でもそういえばこの間ね、あのウェブニュースというかヤフーのニュースのところで、あの運転姿勢のことが出てたね。まあサーキットとかも含めて速く走るためにはやっぱりちゃんとハンドルを握れるような位置にシートを合わせなきゃいけないよっていうね、まあ知ってる人は当たり前の話なんだけども、まあ YouTube で車の評価してる某なんとかさんっていう人はね、いやそれは間違いだっていうぐらいの人もいるからね。まあ、 あの世の中の常識でないからああいう記事になるんだろうね。その記事だとね、あのハンドルぐるっと回してこの辺ぐらいまで回しても、あの背中がシートから離れないようにっていう、サーキットとか走るときはそのぐらいの位置にシートを合わせるっていう話なんだね。そうしないとまともにコーナリングとかできないよっていう話ですね。さすがにこの車ここまでハンドル切ると、まあちょっとね、あんまりそこまで近づけるとちょっと足元が厳しくなっちゃうんだけども、ほぼ、まあ馬真上はね余裕持ってつかめるんで、まあよしとしてますね。まあ、そういうふうにして、まあ、ハンドル握れる位置ならね、まあ、シフトレバーがちゃんとローも、まあ、背中を浮かさなくてもねシフト操作ができますっていう話なんだけども、ということでね今回は以上ですね。N1RS なんですけども、これね夜走ると、まあこ
これわかるかな、これ夜のね室内がねここですね。これがねなんかここに見えるかな、これライトがあってね光ってんですね。それとねこの助手席の足元もねこの辺になんか LED がついてるのかな、あーなんか見えますね。初めからこんなねおしゃれなもんがついてるとはね思わなかったね。ここはなんか意味あんのかね、まあこれステッカー置いてあるからなんとなく分かったけどね。夜ずっと走ってるとねなんかこうあぼわっとなんか明るいなっていう気がついたけどね、なんか不思議なもんですね。こんな感じです。まあまたしょうもない雑談でした。ご視聴ありがとうございます。